ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や、キリュウ。踊るはこの店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃるけの。ああ、はよついてこい。なんすかしとんじ。ちょっと南雲くん。あ、いや、また後で弁償するけんの。ごめんってキヨちゃん。すぐに戻る。かばちたれが。二度とここに顔出せないようにしちゃるわ。また後で来るけの。ほいじゃ。覚悟はええか。ああ、ええ加減舐めとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの、惚れた女の前でコケにされたままじゃカッコつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが運のつきじゃ。すかした顔して舐め腐ってから踊りや。おい、なんじゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんなれ、そんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せえ。今日から先踊れの予定は全部白紙じゃ。
しわかった。そしたら第一ラウンド終了じゃ。わしも体が温まってきたけ。こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら遊び相手なら他のやつを渡れ。お前と違って俺は忙しい。お帰りなさい。ああ、どうにか間に合ったな。ええ。さ、キリュウさん、これ。いいよ、待たせたな。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。私を育ててくれたおじさんは昔、極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。みんなが待つところに。おじさん、おじさん、おじさん、おじさん。はるか。しっかりして。夢じゃないのか。違うよ。
ここにいるよ。はるかちゃん。秋山さん。先生に話聞いてきた。キリオさんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らならきっと大丈夫。乗り越えられるさ。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つってもうちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは？桐生さんが良くなったら沖縄のあの養護施設に、朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか、じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。なんや、札の旦那方、えらい怖い顔して。患者ら怖がっとんで。俺に用やろ。あ？脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。西島大河、おとなしくしろよ。ジタバタする気なんかあらへん。ちっ、クソが、なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや。後のことは頼んだで、兄弟。お前らが登場会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。ん？何やと？警視庁の者です。どうかそのままで。え？桐生一馬をカムロ町での暴行傷害、並びに器物破損の容疑で逮捕します。
登場会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツをたどるためのパフォーマンスだ。パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東城会もヤクザに変わりねえ。東城会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東城会の元四代目です。けど今回の抗争を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか、伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ、人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの東城会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、今度は東城会の下の連中は収まらねえだろ。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ、上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東城会の代表として逮捕するんですか。東城会の四代目ってだけじゃねえ。桐生一馬ってのは堂島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが仇から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。あの、うん、おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか。まっとうな弁護士がつきゃ無所には入らずに済むはずなんだが、桐生の出方次第か。なんか歯切れが悪いっすね。俺も桐生とは付き合いが長いんでな、今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ。